Welcome back to more Guilty Gear. We're continuing here, Chapter 4, Part B, Identity. Seisen. かつて人類は生体兵器ギアとの戦争で絶滅の危機に瀕した。辛酸をなめた末にかろうじて掴んだ勝利。その暗い歴史から立ち直るため、時の流れとともに人々は努めてその記憶を拭い去っていった。今となってはなぜギアが生まれたのか、なぜ人類を襲ったのか、その真実を知る者は一人しかいない。ギアを作った者以外に。ベッドマンとの戦いの果て、行動を封じられていた彼は世の中の異変に気づいていた。バックヤード上の崩壊に揺らぎが生じている。絶対確定世界開闢までの時間が迫ってきているのか。しかしまずいな、この牢は想像以上に。ギアメーカー、苦戦しているな。やはり一人では先日のようなブラックホール作戦も使えんか。クロノス、絶対防壁フェリオン、数世紀かけて完成された技術は伊達じゃないだろう。ああ、大した難問だ。ベッドマンという少年がこの法力を使えたこともね。見よう見まねではないだろうな。それにたとえバックヤード内であったとしても、この魔法の不正使用は不可能だ。ということは。ああ、これで敵の正体がはっきりした。ありがとう。苦労したかい、ここを見つけるのは。大したことはない。これからお前がする苦労に比べればな。ん？今度こそ人類とギアの血の歴史に完全なる決着をつけねばならない。となればお前はあのソルバッドガイに全てを話す必要があるだろう。そういうことか。100年以上も告白できずに過ごしてきた。正直怖いな。恨まれていればフレデリックとつながっていられると思ってきた。ちゃんと説明できるかな。修士論文よりは簡単なはずだ。論文に友達を失う覚悟は必要ないだろう。人類の歴史上最悪の滞在人と呼ばれるお前がこんな表情を見せる人間だと知ったら、人々はどう思うだろうな。我々の死がなぜお前に種を託したのか分かったような気がする。私は多くの人命を奪った。人類の未来を救いたくてだ。今でもその考えが間違いだったとは思っていない。だが少なくとも運命は私に同意しなかった。こうなった以上全てをお前に託すほかない。慈悲なき啓示を止めてくれ。なんかが起こる。起こっちまう。俺は
世界自身が乱れている。間違いないのだな。そうだ、コロニーの住人は遥か遠方の異変に反応していた。それを聞いて安心した。どうやらそれがしの見立てと同じようだ。調律の対象が一つならば時間の問題はない。あとは賞を持って代をなせばいい。あの出前娘のおかげだな。出前娘？いや、何でもない。時間稼ぎの件は引き受けた。頼んだ。さて、賞を持ってとは言ったものの、あんたか、コロニーの皆を守ってくれてるってやつは。ウヌはコロニーの住人だ。このチビに呼ばれてきた。コロニーの住人にしては健常に見えるが、一時期ここを離れていた連中には何の変化も起きていない。俺もその一人だ。医者の言っていた通りだな。あんたなら里の皆を助けられるのか。我が身に変えても。ついてきな。これは御神木だ。苗木の頃からここの住人が木を練り込んで育てた神聖な場所だ。イルリアの人間も入れない。こいつの霊力ならあんたの仕事を手伝えるんじゃねえか。なんと見事な。確かにこれならばそれがしの力を何倍にも増幅できる。ねえ、すごいでしょう。待ちな。よそ者にこの場所を預けるからには確認しておきたい。え？その昔、ジャスティスは俺たちジャパニーズを狙って攻撃を仕掛けた。あんたの国の同胞はそのとばっちりで大勢死んだ。ここの連中を助ける義理があるのか。義理か。この鎖はな、一つ一つ全て違う国で手に入れた。だが石の種類は全て同じ。遥か大昔にはたった一つだった眼界が、長い年月を経て様々な国へと散らばったという。それがしはそれを鎖でつなげた。再びこの兄弟たちが再会することがロマンだと。ロシア、モンゴル、イスラエル、中国、スペイン、アメリカ、そして今となってはどうしても入手がかなわぬ一つ、それをそこのメインにもらったのだ。日本。挨拶が遅れちまったな。俺はバイケン。剣には多少覚えがある。チビから話は聞いた。こいつはうさんくさい連中の計画だってな。だからあんたの背中は命に変えても俺が守る。